アッシュレディオ。さあさあさあ勢いよく始まりました勢いよく始まりました。本日のアッシュレディオです。皆さんおはようございます。朝って言ってもいろんな朝がありますからね例えば朝といえば、例えばいい朝悪い朝も素敵な朝もあるし、悪い朝はほぼないんじゃないですか。朝は全部いい、うんうん。朝はなんで全部いいんですかね。なんか何も始まってない。悪気がないですよね。朝にね。夜は悪気がある。夜はちょっと、ね、いろんなこう感情にまみれて天気がいい。確かに。朝はそうですね。街にエネルギーがこう漂ってないですもんね。朝もって太陽が出てきて。あ、確かにそうですね。人が出てきて夜になると街のこうエネルギーと朝ちょっと違いますね。そうなんですよ。違うわ全然。素敵な朝を迎える街にしたい。そんな街づくりを目指してます。街づくりコンサルの方で。さあそんな話はさて大きい。行きましょう。街づくりコンサルの方でしたね。じゃあ行きましょう。今日は早速。ちょっと待ってください。はい。質問ですと、アシナさんはビーツのライバルはどこだと考えていますでしょうかと。もはやライバル不在でしょうかと。御社の社員さんは団結力がすごそうなので、仮想敵を設定して社内をまとめたりされているのかなと思いお伺いしました。ご回答よろしくお願いいたしますという、まあ、ビーツのライバルはどこですかと。まあ、まず創業当時はあの他のパーソナルトレーニングジムですよね。まあ未だにそこはちょっとライバルとしてやっていかないと良くないかなとは思ってますけど、やっぱり世の中のパーソナルジムがやってることが、うん、あのいかに悪くて、ほう、ビーツがやってることがいかに素晴らしいかっていうことはやっぱ大前提としてはありますよね。パーソナルトレーニングジムなんで、やっぱりそのお客さんから高い料金をいただくことだったりとか、うん、お客さんを依存させて継続させることだったりとか、うん、まあ、ボーズアップとかもそうですけど、でやっぱその仕組みの部分でやっぱ勝つっていうことももちろんそうですし、うん、あとはそのパーソナルトレーナー、まあ、我々はエナジストと言いますけど、うんうんうん、そのパーソナルトレーナーの実力として、うん、じゃあそういうところのトレーナーよりもちゃんとあの解剖学、栄養学、そして筋トレ、うん、そして指導力、接客力っていうのはあるのかっていうのが、まあ、すごく大事ですよね。やっぱビーツに入ってくるとビーツっていうことが常識になってくるんで、うん、いかに自分たちが優れているか、いかに世の中が良くないことをしているかってあんま分かんないんですよね。だからそこをやっぱりもうちょっと分からせてあげなくちゃいけないなってありますけどね。つまりパーソナルトレーナーなのにパーソナルトレーニング受けたことないっていう人がいたりすると問題ですよね。あ、自分でね、はい、だからビーツのパーソナルトレーナーが他のパーソナルトレーニングを受けるとびっくりすると思いますよ。なんだこれはと。はい。はい。ってのもあると思います、ね。で、あとはやっぱりその接客同士はやっぱスターバックスとかね、まあそういう ところが、うんうん、まあ競合っていうか、まあ模範というか、ふうになっていくんじゃないですか。はい。なんかこの、御社の社員さんが団結力がすごそうなんで仮想敵を設定して社内をまとめたりされているんですかみたいな質問がありますけど、その辺はどうですか。確かに団結力というか、なんかこうビーツのメンバーってなんかこう、うん、なんか強くこうあれしてる感じをするんですよね、うん、固まってるというか、ばらけてないというか。いや、仮想敵っていうのは常になんだろう、やっぱリーダーシップを振るう立場としてはもう常に仮想敵は毎回必要ですよ。要は例えばあのメンバーに対してはあの仮想敵は普通に働いて仕事が楽しくないって言ってる人たちみたいに俺たちはなるなよっていう、俺たちはそうじゃないっていうのがあるじゃないですか。はい、世の中の人は仕事は楽しくないって言ってる、うんうん、に対して仕事が楽しいって言ってる人たち、うんうんうん、でだから対比する仮想敵とか対比するものがないとリーダーシップは発揮できないんですよ。まあ、対比するものがないとリーダーシップが発揮できない。だってそもそもその事業とかサービスとか、うん、ビジネスっていうもの自体がそうで、うん、どんな社会課題があってそれに対してな、うん、何を解決してるのかっていうのが必ずあるわけですよ。社会課題っていうのが20代の子たちが
なんか仕事が楽しくないとか自殺が多いとか、うん、なんかそういう社会課題があって、うん、それを解決するためにやってるわけだから、うん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 、だからそれは必ず仮想的っていうか、うん、必ずそう対比があるわけじゃないですか。パーソナルジム業界はこうだ、これは絶対ダメなんだ、だから僕らはこれをやるんだっていう、もう それ自体がもうリーダーシップじゃないですか。あー、なるほど。だからその社会的な課題を解決もしないで、うん、どうやってな何も解決をしないでチームをまとめるってことはできないんですよ。だから多くの人間が勘違いするのは、僕にカリスマ性があるわけじゃなくて、うん、僕が、大統領なわけでも僕が教祖なわけでもなくて、うん、社会課題を解決する、何かを解決するっていうことに対してみんなが向かってるわけですよ。あー、はい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 。普通の素人から見ると、アシナがすごいからアシナについてきてるっていう構造をみんな想像すると思うんですけど、そうじゃなくてみんなが解決する方向に向かってるからチームっていうのはまとまるんですよ。はい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 。あ、そう考えるとその課題の提示ってすげえ大事ですね。何の課題を提示して何を解決するしに行くのか、その課題が人がついてくるものじゃないとチームができていかない。課題が違う。だって課題が、もしじゃあ僕が課題を言ってるのは、日本人を死ぬこと知らねえぞと、やりたいって言ったらやれよっていうのが、まあ、そもそも課題としてあるわけじゃないですか、そうじゃなくて、なんか課題が、いや僕、俺があんま稼げないんだよね、俺もっと稼ぎたいんだよね、それが課題なんだよね、みんな手伝ってよね、それ誰も手伝わないですよ。そうですね、そうですね。だそしたらもう一人で会社をやるしかないんじゃないですか。だからこれからそのリーダーシップだったりとか、その組織を作っていく人がいるんだったら、何を課題としてあなたが定義をして、それをどう解決していくのかっていう、その課題解決に対して人をついてこさせないと。それはもうアスリートスポーツチームでも俺たちが勝つ、俺たちが勝つっていうことがどんな意味があるのかっていう、社会にとって世界にとってどんな意味があるのかっていう、そこに対して向かっていこうっていうことなんですよ。ラグビーだったら日本が南アフリカに勝つ、これがどんだけ日本のラグビー界、日本のスポーツ界、そして世界のスポーツ界にどれだけの影響を与えるのかって、そこに向かっていこうぜっていうことを言わないと、俺のために勝てって言ってるわけじゃないんだから。そうですね、そうですね。はい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 。っていうのが、まあリーダーシップの基本というか、極意というか。でもその課題解決、社会課題が何か分かんないし、今やってる仕事が何を解決してるか分かんないけどやってるみたいな仕事をいっぱいありそうですね。これ何の社会課題を解決してんだろうってみんな分かってるんですかね、自分の仕事。いや、分かんないです、分かんないです。分かんないですよね。それだからトップが言わないと分かんないじゃないですか。トップがビジョンというかミッションというか。そうだから、まあ、ある一時期からビジョンとかミッションとかっていうのが、こう言われ始めたんじゃないですか。はい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 、確かにビジョンミッションで引っ張っていくというか、でもそんなのは昔からそうで、昔から起こるデモとか、まあデモとかはそれが強いですよね。今社会の現状がこうで、これを解決したいっていう人たちが集まるわけじゃないですか。で、一応リーダー格みたいな人いますけど、別にそのリーダーについていってるわけじゃないんですよ。はい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 。そこで一番声の大きい人、一番言語化が上手い人がリーダーになってるわけなんですけど、デモっていうのはね、マーティン・ルーサー・キングとかね、これ香港のなんとかちゃんとかね。でもやっぱそういうのを見た、リーダーぶってる人たちが、リーダーシップを真似しようって思うと、なんかそういう個人のカリスマ性が必要なんじゃないかってみんな思って勘違いするんですよ。そうじゃないですよ。誰もそのお前のために人は動かねえっていう、その大前提がないと。なるほど。リーダーにカリスマ性はいらないってことですか。あったらもっといいですよ。ただその社会課題を解決するっていうこと自体が、それはみんなの課題を解決することなので、それは勝手にカリスマ性が出てきますよ。はい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 。
みんなが言ってるそのカリスマ性っていうのはなんかあのなんだろうな、カリスマ美容師的な、いやカリスマ美容師じゃなくて、じゃなくてなんかこうローランドとか、あなんか愛のカリスマ性っていうんじゃないですか、新庄とか本田圭佑とかはいはいはい、はい、なんかああいうちょっと外見的なところ、表面的なところをカリスマ、カリスマって多分みんな多分あカリスマ、カリスマ性って何なんですかね、言語化すると近寄りがたい感じですか、どういう言語、一般の人が言うカリスマ、うん、一般の人が言うカリスマはファッションが奇抜なだけですよ、あ黄色いジャケット着てみたりとか、黄色いジャケット着て両方両腕に時計つけたらもうカリスマなんじゃないですか本当に一般の人が言うと匂いない、うん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 、だから髪の毛金髪にしてロン毛にしてサングラスかけたらカリスマなんじゃないですか、うん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 、はい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 、だから一般的に一般の人が言うカリスマっていうのはその外見的なカリスマで、うんうんうん、普段普通の人ができないような格好をするっていう、だからあのもし皆さんもその YouTube 的なインフルエンサー的なところでカリスマっぽくなりたいっていうんだったら、うん、あの派手な格好すればカリスマっぽくなりますよ、フワちゃん、ああそうそうそう、フワちゃんとかだからそれをちょっとコミカルな方にしてるからあれですけど、はい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 、でフワちゃんがもうちょっとなんかこうなんだろうな、もうちょっと無口になって、うんああいう感じだったらただのカリ、ただのカリスマじゃないですか、あもうちょっとスタイリッシュ、はい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 、でビジネスのカリスマはもう全然違う、ビジネス界のカリスマ、いやビジネスっていうかビジネスのカリスマもカリスマもじゃないも、うん、そうじゃなくて、だからそのみんなが持ってるその外見が派手なっていうことだけでだけで人はついてこないよ、あーあはい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 、外見が派手なだけでね、あただだったらフォローするよ、あただだったらフォローするし、でもに行かなくていいんだったら全然いいけど、うんうんうん、でもそこに思想がなかったら何を解決するかっていうのがなかったらなんか人が動けなくないですか、うーんう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 ん、あーなるほどな、確かに、うん、思想めちゃめちゃ大事ですね、あとはどうやって人を勝たせるのかっていう、ほう人を勝たせる、自分が勝たずに、自分、いやもちろん自分が勝たなきゃいけないんですよ、うんうんうん、自分が勝つためにどうやって人を勝たせるのかっていうのがないと、リーダーシップは成立しない、自分だけ良ければいいじゃなくって、うん、でもこんな話をしても多分そのリーダーシップとかその経験とかがなかったりしないと多分それが多分綺麗事に聞こえると思いますけどね、綺麗事じゃないですか、自分が良ければいいわけじゃない、うんうんうん、みんなを勝たせる、勝たせないとみんながいい気持ちにならないと、多分あんま理解、にわかには理解できない、うん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 、話なんじゃった、なのでもしそのリーダーシップとかチームビルディングとかマネージメントとかもうちょっと具体的なお話をいただければ、うん、また具体的にお話しようと思います、ありがとうございました。ありがとうございます。